こんにちは、まさたかよです。今日はですね、10月に入って、朝晩涼しくなってきたこの時期にですね、衣替えをされる方もいらっしゃるのではないかなということで、衣替えについての運気アップのアドバイスをさせていただきたいと思います。今日は3つに絞ってお話をしたいと思います。ではまず1つ目ですね。1つ目はですね、物を減らすということです。チャンスとかね、その運気が入ってくる、いい運が入ってくるっていう時は、何でもね、こう隙間があるっていう状態がすごく大事なんですよね。なので、物の隙間もそうですけれども、スケジュールなんかもそうですけど、こうギチギチに詰めるっていうのは心にも余裕がなくなりますので、できるだけ隙間を空けておくっていうのがとても重要になります。なので皆さんの衣類を入れているクローゼットだったり引き出しなんかもできるだけね、余裕のある状態にしていただきたいと思います。例えば何か物を一つ増やしたら必ず2つ物を捨てなさいっていう風に言われてるんですよね。1つ入れて1つ出すではちょっと不十分なので、ぜひ1イン2アウトを実践してみていただければと思います。では次に2つ目ですね。2つ目は右肩上がりにするです。これはですね、クローゼットのことなんですけれども、クローゼットに入れる順番として、左側にロングコートだったりワンピースだったり丈の長いものを入れて、右側の方にできるだけブラウスだったりスカートだったりっていう丈の短いものを入れるようにして、裾のね、高さが右に行けば行くほど上がっているっていう状態にしていただきたいと思います。例えば、何か本を並べる時もそうなんですけど、右肩上がりにするっていうのを常に自分の視界に入れておくことによって、右肩上がりになるっていうことが潜在意識に入っていきますので、ぜひね、物を置く時とかクローゼットの中も右肩上がりになって、こうね、綺麗なね状態にしといていただければいいんじゃないかなと思います。では次、3つ目ですね。3つ目はですね、季節感を大切にしてくださいっていうことですね。最近はですね、季節感もだんだんなくなってきて、夏にね、ごっついファーのついてるもの着てる人がいたりとか、いろんな季節感がこうごちゃ混ぜになっていることってあると思うんですけれども、夏物冬物っていうのは分けて保存しておいていただきたいんですね。それがなぜかというと、夏物冬物のエネルギーがこうごちゃ混ぜになることによって、自分の思考自体も混乱させてしまうことになるんです。でも、クローゼットがね、一つしかなくって、そんなの分けられないよっていう方も多いかもしれません。でそんな場合は、例えば奥の方というかね、クローゼットいつも開ける方と反対の方の奥の方に今使ってない季節のものを寄せ集めるだとか、引き出しだったら上の段、使いやすい段のところを今の季節のもの、下の段の使いづらいところに今使ってない季節のものを入れる。じゃあもう一つしか引き出しないんですよっていう方だったら、手前の方に今使っている季節のもの、奥の方にね、今使ってない季節のものを入れるなどして、少しね、ちょっと分けてあげるっていう配慮だけでもいいので、ぜひやってみていただきたいと思います。今回ね、お話したのは、自分がこう見るものから得てるエネルギーなんかの影響もありますので、簡単に今すぐできる何か買い替えたりだとか、わざわざね、なんか DIY しないといけないとかじゃない、この3つのポイントだけでも、やるだけでも運気が変わってきますので、ぜひ取り入れてみていただきたいと思います。1つ目、物を減らす。2つ目、右肩上がりにする。3つ目、季節感を大切にするです。今日はね、この3つ以外にもう1つだけ、おまけでお話ししたいと思います。もし皆さんのお家の、収納ケースだったり、引き出しがですね、プラスチックのものを使っている方がいらっしゃったら、プラスチックとこの衣類が直接当たらないように配慮していただきたいと思います。よく服屋さんとかでもらった紙袋とかを使ってですね、間仕切り代わりにして、その
紙袋を高さをね、その引き出しの高さにして、そして畳んだ衣類をそこに入れて間仕切りのようにして使ってるんですよね。そうすることによって自分の衣類とそのプラスチックが直接当たらないという風になります。プラスチックっていうのは火のエネルギーがあって、紙袋は木のエネルギーになるんですけれども、まあ、衣類が直接当たるのは木のエネルギーの方がいいですので、ぜひ皆さんも、プラスチックの衣装ケースだったり引き出しを使っている方がいらっしゃったら、その紙袋などを、使っていただいて直接当たらないように配慮していただければと思います。はい、では今日は、衣替えについてのアドバイスでした。ぜひ一つでもいいですのでやってみてください。ではさようなら。